アイドルもここまで来たか。プロレスの聖地で歌って踊る仮面天使ロゼッタの秘密が今夜明かされる。プロレスのリングに突然舞い降りた制服姿の天使が2人。実は彼女たち、レッスル夢ファクトリー YF21 というプロレス団体が抱えるちょっとエッチでキュートな人気ドル箱レスラー。しかし吉川麻衣ちゃんが呪文を唱えると謎の新キャラクター仮面天使フレイヤに変身を遂げるんです。一方アイドル吉井玲ちゃんは仮面天使ロゼッタに。そして今回は主人公ロゼッタが試合に登場。試合はロゼッタとチャパリータアサリがキャンディー大靴秋野組とのタッグマッチで対決。華麗なファイトスタイルとは程遠いロゼッタ、防戦一方で反撃の糸口もつかめず集中攻撃を受け、セコンドのパパに助けを求める一幕も。しかしそこは正義の天使ロゼッタ、相手の一瞬の隙を突き体を入れ替え相打ちを食らわす。そしてロゼッタが逆転勝ちを飾った。辛くも勝ちを拾ったロゼッタ。ロゼッタの果てしない戦いはまだまだ続く。顔張れ顔張れ、ありゃー
あら、ダメだ、やった
どうぞ。